はい、皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめうさぎでございます。ドラゴンクエストじゃない、ポケットモンスターブラックですね、実況プレイ始めていきたいと思います。今ただいま現在の時刻12時前、11時47分です。ちょっと声を落として実況プレイしていきたいと思います。ご近所の方にも迷惑ですし、ね、迷惑です、とにかくね。はい、というわけでね、よいしょ、ポケモンレベルアップしておきました。はい、それじゃあね、キャサリン、レベル19になりました。あー、下画面見せんと分からへんか、これは。こんな感じですね、レベル19です。そしてビリー、レベル、16です。めちゃくちゃ頑張りました、この2匹。特にキャサリン、レベル19になるまですんごく時間かかりましたね。噛みつく宿り木の種などを覚えましたね、あのキャサリンは。ビリーもニトロチャージという技を覚えました。というわけでね、今回はちょっとジム戦をしたいと、じゃあジム戦じゃない、ジムに挑みたいと思います。ジムに挑まないと話が進みません。ニビシティ方式です、あの噂の。というわけでね、夜中のこの12時前にちょっとジム戦したいと思います。多分ジムリーダーの方に迷惑だと思いますが、知りません、うん、知らん、ジムリーダーのことなんて知らん、うん、知らん。おー、いいね。どうも、自分はポケモンジムに挑戦するトレーナーをガイドする、ガイドを、うん、きれいにこれを差し上げます。お、美味しい水を手に入れました。これはあれですね、通行証ですね、知りませんかね。ポケモンの勝負の基本はタイプの相性なんですよね。相手のポケモンに対して有利なタイプのポケモンを言うのね、カーテンに書かれたポケモンのタイプに対して相性のいいポケモンタイプをスイッチを踏めば先に進めるっす。あえて間違うか。いらっしゃいませ、こちらトレーナーに合わせてメニューが自慢です。あえての、あ、ポケモン並び替えしとこ。はい、ビリーを先頭にしときます。じゃあ、あえての草で、うるい、じゃあ炎で、あ、なるほどな、結局は正解しないと前に進めへんのか。なるほどなるほど、間違ったらトレーナー戦とかそういうのじゃないんですね。よし、どんどん行こう。お、トレーナーですね。ようこそいらっしゃいませ、3、4時目ここで勝負の基本を味わっていただきます。よろしくい。お、ウェーターのミキヤ、かっこええな。ヨーテリー、あ、あいつですね、ワンコですね。よし、いけ、ビリー。さあ、ビリーレベル16、ヨーテリーレベル11、どういう戦いになるんでしょうね。じゃあまずこっちはニトロチャージでいきましょう。よし、よし、いいぞいいぞ。じゃあ体当たりで、よし、126経験値、おっ、レベルアップしました。ビリーはレベル17に上がった。ほう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 、上がりますね。ベータとのミキアとの勝負に勝った。なんとも素晴らしいトレーナー様ですね。ちなみに面積は賞金として440ゴールド、ゴールドじゃない、円を手に入れました。おっ、ビリーのやつが来ましたよ。これポケモンで定番の進化です。お、何なんだろう、そっか、進化すごい、なんかレベルアップしてるな。ん、チャオブー、おう、ビリーはチャオブーに進化した。突っ張りを覚えて忘れさせようかな、んかどんな技の、あ、間違えた、間違えた、いや、お、諦めない、諦めます、諦めない、忘れさせます。突っ張りってどんな技なんでしょうね。開いた両手で相手を突っ張って攻撃する、2、5回間連続で出す。じゃあ尻尾を振る、忘れさせて覚えましょうかね。これビリーや尻尾を振るの使い方を綺麗さっぱり忘れました。
もうミジンコすら覚えていない。もう一生尻尾を振れない子になりました彼は。この場合はあれですね、草ですね。なんかあれですね、初心者に優しいですねこのジムは。なんか勉強にもなりますし。あ、ビリーの様子見んと。うわー、デブい。お、でも強くなりましたねビリー。さすが進化だけありません。進化したらえげつなく強くなるっていう。コイキング方式、まあ、なんでバック開けてね。あ、あとちょっと戦闘エフェクトオンにしておきますね。よいしょ。ちょっとレベルアップの時はもう時間の無駄なんで省いてたんですけど。よし、ちょっとビリーも進化したことだし、ちょっとキャサリンもレベルアップしようかな。ウェイトレスやな多分。この格好で吹いたやったらやばいな。よし、行くぞ。おお、かわいい。千春が勝負を仕掛けてきた。もう2体持ってるのか。ミネズミ来ました。もう野生の何匹も倒してます。よし、キャサリン行くぞ。鶴の無茶やな。よし、いいぞ。急所に当たりました。いいねー、80の経験値。ちょうど猫送りでしょ。そのまま戦います。じゃあチョロ猫は鶴の鞭です。もう一回。よし、いいぞ。88経験値、勝ちました。400円手に入れましたよ。もうポケモンの世界はお小遣いに困らない絶対。くし。お、ラストステージっぽいね。ういっす。ようこそこちら、山陽シティポケモンジムです。おお、俺は炎タイプのポケモンで暴れるポッド。水タイプを使いこなすコーンです。以後お見知りおきを。ほんほんほん。そして僕はですね、草タイプのポケモンが好きなデントと申します。あのですね、僕たちはですね、どうして3人いるかと言いますと、わかった、お笑い芸人やろ。俺たち3人は相手が最初に選んだポケモンのタイプに合わせて誰が戦うか決めるんだ。そうなんだよね。そしてあなたが最初に選んだパートナーは炎タイプなんだよね。お、そう、水タイプを愛するこのコーンがお相手します。やだ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 、あなたやだ。俺もしたかったよ勝負。でもね、このキザったらしいこいつと戦わないとあかんねん俺は。よかったね、3人のトップと戦うことができて。え、トップなん？マジで？すんごい髪の毛、ワカメみたい。コーン会社のスーパーワカメ。ヨーテリー。お、まずはノーマルタイプ。よし、キャサリン、ヒレヒレもネジ捨てるぞ頑張って。ここはあえての噛みつくで。よし、いいぞいいぞ。え、何これ、攻撃が上がった。ほうほう、すごいな。なるほど、いい攻撃かもしれませんね。上から目線やなお前。ちょっと芝居だろほんまに。よし、いいぞ。124経験値。ヒヤップを送り出そうとしてる。そのままで。ヒヤップ、ヤナップの親戚さん。おお、かわいい。最後のポケモンにコーンのすべてをかけましょう。いいねー、愛の鞭。おお、強い強い強い、なかなかやるな。やばいやばい、おい、舌で舐めます。おお、あなたとあかんかった、舌で舐めるとかしてもうた。
全然。お、前行った。いいねいいね。じゃあ噛みつきましょう。よし、勝ちました。194経験値。ジムリーダーのコーンとの勝負に勝った。まいったな、このゴンが破れたわ。1680ももらいましたよ。悪いな、なんか。すごいですね、ポケモンリーグの、決まりです。このバッジをどうぞ。おすげえな。おーおーおおおおおおおすごいな、今の。ちょめちょめうさぎはコーンからトライバッジをもらった。ジムバッジはトレーナーの強さの証です。バッジを一つ持っていれば人と交換したポケモンでもレベル20までなら命令を聞いてくれます。あとこれももらってください。ちょめちょめうさぎは技増しの83奮い立てるを手に入れました。ほんほん、奮い立てる、あの攻撃力と特攻を上げる技ですね。奮い立てるを使えば攻撃と特攻があります、上がります。ちなみに技増しは何度でも、ほんま無限チートやん。技マシンは何度だって使えるということは、連れてるポケモン全てに同じ技を覚える。もうすげえな。なんかこれは前作と違いますね。前作はなんか一回使ったらなくなっちゃうんですよね、これ。いやすごいな。お、やっほー、私はま、こんな声マコモさん。ほんほん、おー、ポケモン定番のラチですよ。皆さん見てください、ラチ、ラチの現場です。これがあなたたち一種地方の全てのポケモンと出会うんだって。あ、階段はこっちよ。私の部屋この上なんだ。さあ上がって。あ、お邪魔します。うわー、なんじゃこりゃ。私はマコもご覧の通り研究家。ちなみに研究してるのはトレーナーについてなので、荒木博士とは、大学時代からの友達で、キャンパスフレンドやな。あなたたちの手助けを頼まれたんだ。なるほどなるほど。ということで私からのバックアップ、お、秘伝マシン居合切りを手に入れました。やりましたよ。ほんほんほん、ポケモンが覚える技には戦っていない時でも使える技があります。その秘伝マシンは居合切りという細い木を切ることができます。なるほど、すごいすごい。山陽シティ外れの夢の跡地って言われている場所があるんだけど、そこにいるポケモンムンナの出す夢の煙が欲しいんだ。それがあればゲームシンクといっていろんなトレーナーのレポートを集めること。ほうほう、なるほどなるほど。あ、集めてこいってことか。パシリアな、なるほどなるほど。いいよ、夢の煙か、ええー、な。ドリームスモッグ、あなたそれな。じゃあポケモンセンターのパソコンを利用していますか。私あのボックスを、お、そうなんや。バトルボックス、いや知りません。では簡単に、バトルボックスには対戦でよく使うポケモンを登録しておけるの。へえ。つか、いかへんと。だいたい有名の ドリームスモッグを集めに行きます。というわけでね、今回はここまでということで、今宵今夜のお楽しみはここまでですね。ジムリーダー結構強かったですね。ヒヤップ、舌で舐めるとかふざけた技使ってなかったらもうちょっと早く倒せてたと思います。はい、というわけで次週じゃない、次回は、ドリームスモッグを手に入れるべく夢の跡地を目指します。それじゃあ、今回はここまでです。ちょめちょめうさぎでした。ご視聴ありがとうございました。